ございます。るいこです。ただいま私は山口県山陽小野田市という小野田オリエンタルホテルさんに宿泊しておりました。今日は山口県のツーリングスポットを回っていきたいと思います。はい、というわけで私は山口県の海沿いをひたすら走ってきました。40分ぐらいかな、走ってきました。さあ、そして今私の目の前に見える橋、これは九州に渡る橋ですね。そしてあっちが私がずっと行きたがっていた九州。本州と九州ってこんなに離れてないの？めちゃめちゃ近いじゃん。うわー、すごい、目の前に九州があるよ。うわ、めっちゃ感動。うわ、何すごい、ここもなんかこの、うわ、あ、壇ノ浦の戦いだっけ。あ、壇ノ浦のパーキング、壇ノ浦の戦いだ。なんと絶景なんだ、なんと絶景なんだ。でもね、橋を通り過ぎてしまいました。渡ると見せかけて渡らないのです。今回は九州には行くんですけど、最終的には行くんですけど、今じゃない、今行くわけではない。っていうのもね、私はあと2週間後ぐらいにですね、また鈴鹿にお仕事で戻らなきゃいけないので、悲しいけど一旦素通りします。あ、で、そうこのね、唐戸市場っていうところもすごいおすすめしてもらったんですよ。おすすめしてもらったのに私朝ごはんがっつり食べちゃって、お腹いっぱいすぎて食べれない。何やってんだ。うわー、綺麗。なんか海の色がさ、全然違うよね。青いというか水色に近い青っていう感じ。うわいい道だ、ここ、気持ちいい。さあ、山口といったらですね、かばらそばっていうのが有名みたくて、でそれもおすすめしてもらって、うわ絶対食べたいって思ったところに今向かってます。かばらそば初めて食べるよ。こちらですか。食べた瓦そば本当に美味しかった。美味しすぎて、え、本当に食べたって思うぐらい一瞬でペロッと食べちゃいました。お、めっちゃ綺麗。海の色やば、綺麗だな。てかこの道もいいな、山口海が綺麗。うわー、すごい。さあ、というわけで今私が向かっているのは角島大
橋というところに向かっています。私の中で山口って言ったらまずその角島大橋が一番最初に浮かんできます。やっぱバイク乗りにとってはすごく有名な場所ですよね。では角島大橋まで海沿いを楽しんでいきたいと思います。うわー、やばー、綺麗、これか、本当に海の色が全然違うわ、すごい。わー、As we fall asleep in a bed of butterflies, just close your eyes and then you'll see it. You don't ever have to look too far. You don't have to cover up your scars. では、これから角島大橋を渡っていきたいと思います。Before you think to rip yourself apart, open up my heart and you'll find that島をせっかくなので走ってみています。すっごく小さな島なんだね。なんか南国みたいな景色だな。どうやらねこの先に灯台があるみたいなので灯台まで行ってみようと思ってます。うわーすごいすごい。お、あれか、あれが角島灯台っていう灯台みたいです。はい、ただいまですね、角島大橋を出て東の方に進んできたのかな。今から行く場所もここいいですよって教えてもらったスポットね。だいぶね、なんか僻地に向かってます。はい、ただいま元の隅神社というところに来ています。はい、ここはですねこんな風に鳥居がバーッとずっと並んでいるスポットみたいで、なんか見てみたら1950年代に建てられた比較的新しい神社なのかな。では早速降りていってみます。あ、びっくりした。
車両通行止め。え、本当に嘘。え、ちょっと待って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 、え、嘘だよね、絶対に嘘だよね、絶対に嘘だよね、え、本当に絶対に嘘だよね。絶対に嘘だ。今秋吉台のカルロスロードっていうところに向かっているんですけど、やめよう。やめよう。もうやだ、怖い。何？なんで？行けないの？カルロスロードってとこに行きたいんだけど、こっちから行った方が良さげだね。絶対におかしいもんね、あれ。苔だもん。やめよう。ね。やめよう。はぁ、グーグル先生ね。危ない危ない。はめられるとこだった。なんか違う道を来ちゃったみたいだ。この道の時点でおかしいなって思ったんだ。さあ無事にカルストロードというとこに入ってこれました。何だったんだあの道は。今向かってるのは秋吉台っていうところなんですけど、すごい。わあ、カルストロードってすごいね。わあ、めっちゃ綺麗。やばい、すごすぎる。夕暮れ時にこういう山に上がるの結構好きですよ。夕日に当たるさ、山肌ってすごく綺麗じゃないですか。気温は少し下がるからね、寒くはなるんですけど、影と光の陰影の部分がくっきり出てくるのが見るの好きなんですよね。夕日に照らされるこのもみじよ。もみじじゃないわ、すすきだわ。宿にそろそろ到着します。今日泊まる宿はゲストハウスです。今日の宿泊地なんですけど、秋吉台の本当にすぐ近くです。秋吉台回った後にすぐ宿泊できるのいいなと思ってこちらにしました。ここかな、ここな気がするな。
はい、というわけでこちらが本日のお宿のカフェ&パブトリップベースココニールさんです。合ってんのかな。はい、ここのゲストハウスに今日は宿泊したいと思います。オーナーさんが7時まで帰ってこないそうなので、宿泊されている方と一緒にちょっとこれからご飯行こうよって誘っていただいたので、ご飯に行ってきたいと思います。定食水のりこさんいただきます。はい、というわけでのりこさんとオーナーさんと楽しく夜を過ごさせていただきました。出会いに感謝です。ではでは、今日の動画も最後までご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。 Why when you're away do I miss you? Is it just because I can't kiss you? Is it dishes in the sink or the lack of a wink? Or just because I love my life with you?